チャンピオンズリーグ第4節、スポルティング CP がマンチェスターシティをホームに迎えた試合は、衝撃的な展開が待っていた。ハイライト動画、マンシーに4発の快消撃も、森田秀政が痛恨ミス。試合は4分にフィルフォーデンのゴールでアウェイチームが先制に成功したのだが、 前半の38分にカウンターからビクトル・ゲケレシュにゴールが生まれて試合を振り出しに戻すと、後半の立ち上がりにスポルティングが立て続けに2点をダッシュして逆転。そこからマンチェスター・シーが攻め込む時間を増やしたが、逆に80分にゲケレシュがハットトリックとなる PK を沈め、プレミア王者を相手にスポルティングが4対1で勝利することになった。強敵相手の逆転劇、加えて、 マンチェスターユナイテッドへの移籍が決まっているルベーン・アモリム監督のラストホームゲームで勝利したこともあり、試合終了のホイッスルが鳴った際には選手たちが諸手を挙げて喜ぶ姿が目立った。